はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。妖怪三国志国取王図のねコラボイベントでコキビさんとねダッキーさんのやり取りで、まあ、これどうせ妖精がね変身してる、この流れはね妖怪三国志のねあの方でも同じ妖精がなんかねコキビに変身してる討伐戦でね流れがありましたけど、一応ね今回妖怪三国志イベントで気まぐれゲートねなので、はい、一応ね3アカ使った無課金攻略頑張っていきましょうかね。でこっちの動画はね隠しステージね、イベント限定マップであるんで隠しステージね開放していきたいと思います。なんかこの妖精ダサいな、全然似てないけど、はい、隠しステージ開放していきたいと思います。レア妖怪とかいるのかな。サブアカとかはねとにかく1個目はやって、そうしないとお助けできるようにならないので1個目はねやるといいのかなと思います。ボスは駒見なんだね今回んで、11まで行くとナタをゲットできるって感じで、うん、そしてダブルスキルもあると。なるほどね。で選べるがあるんだ。へえ、はい、じゃあ頑張っていきましょう。あ、10でナタゲットできるのか。じゃあ頑張りましょう。はい、そしたらね1つ目の隠しステージ解放していきましょう。お、ブチニャンがいますね。ということは隠しステージも武将妖怪かな。なんかこれ妖怪三国志と戦いが終わった時の音楽なんだよね。何なんだろう。約束の時だ。なんか違和感あるな。おお、ゲットだ。すまん。はい、隠されたルートが解放された。達成10コンボ以上でした。もう最初はいつも最近これだよね。よいしょ、大丈夫だな。さあダークニャン、お、ウサピョンだ。へえ、もういっちゃおうか。ウサピョン中達でしたね。さあ約束の時だ。来い。うん、はい、まあただね一番最初のマップは紫コインゲット。はい、ウサピョンでした。じゃあこんな感じで進んでいきましょう。はい、そしたらね隠しステージ2つ目解放していきましょう。まあ最近はもうヒントはないんだけどね。1個目がコンボで2個目はってなんかねもう最近定番なんだよね。ただ私これ苦手だな、毎回2番目苦手だよね。さあ行きましょう。どうしようかな。よいしょ、下手かな。
キューピーちゃん、キューピーちゃんって相変わらずゲットできないよね。慎重派だからなんかほんとこれ苦手だわ。やりすぎだね。これでいけるかな。まあいけただろう。はい、フィニッシュ。さっきはウサピョンだったから、今度は A ランクぐらい、 A か S かな。はい、隠されたルートが解放された、達成。一度に25プニ以上つなぐでした。これは2回目はだいたい一度に系だよね。さあ、よっこいしょ。おー、ロボニャンでした。じゃあ行っちゃいましょう。じゃあ次は S ランクだな。ダークニャンかな。よいしょ。あんまり SS いないイメージがあるな、確かに。この三国志妖怪。ピキン。はい、まあ、ドロップしませんでしたが、2番目のね、隠しステージはロボニャンでした。はい、じゃあ進んでいきましょう。花子さんだ。花子さん、妖怪三国志では転生ランクになりましたね。不気味初の。はい、じゃあ進んでいきます。はい、そしたらね、5区の隠しステージ解放していきましょう。特に超ボスは超っぽいな。特に最近ヒントないんだよな。はい、じゃあ行きましょう。ステージ40。まあ最近はね、なんか決まってるよね。1個目がコンボで、2個目が一度にで、3回目はねめっちゃでかいのってね。あ、なかなか難しいよね。結構落ちてこないね。間違えて壊しそうだし。よいしょ、これで OK だね。うわ、やられそうになってた。はい、フィニッシュ。まあやられてもね、コンティニューすればいいかな。今回マップで Y ポイントってもらえんだっけ。もらえないか、ゲートに入んないともらえないんだな。はい、隠されたルートが解放された、達成。妖怪プニをサイズ30以上でした。隠しルート解放ということで、ラストはね、ダークニャン、ダークニャン曹操でした。これ S ランクだっけ。やっちゃいましょう。よーい、スタートデビ
この前ね、武道会の時にね、ほとんどの妖怪かなりとつれたけどね、はい。約束の時だ。リアネウィス。おお、ゲットだ。ラッキー。あれ、ダークニャンとつんなかったっけな。あの時、ヒノシンとかもいたよね。超必殺ゲット。これはね、クニトリオールズっていう三国志の妖怪だね。結構とつってあるね。はい、じゃあ一応最後も見ましょうかね。最後もちゃんと裏マップあるんで解放していきましょう。はい、そしたら最後ボス戦いきましょう。ほんとこの対抗棒なんか微妙だよな。顔でけえし。さあ中央来ましたね。特になんかないんだね、アニメーションは。なんかローテーション的に妖怪三国志の順番だったのかな。この辺のコメントアニメが今回ないんだよね。なんか別のコラボだったんじゃないかな。はい、というわけでね、中央倒しました。中央はね、ほんと妖怪三国志の世界ではナイスキャラなんだよね。今回のさ、キャラみんな三国志では強いキャラなんだけどね。隠されたルートが解放された。達成、ステージ45クリア、裏ルート解放。なんかコメントないの寂しいね。あんまり最近はこういうのあんまないんだけどな。はい、というわけでね、裏三国志フィールドが来ました。訓練の場所のようですね。ここはダッキーと対抗棒がいるということで、はい、そんな感じで今回の動画はこんな感じしましょうかね。必殺技反撃、無効化、お邪魔玉。これは何、ゲットはできないんだ。こっちはこっちは対抗棒、必殺技に反撃、効果も無効化、ウィーバーゲージも吸収か。なるほどね。という感じでこっちもゲットはできないと。まあとりあえずね、一通りマップやってきたんで今回はこんな感じにしましょう。力試しなんだね。はい、じゃあとりあえず今回こんな感じします。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、まあ日程たくさんあるんでね、じっくりしっかり頑張っていきましょう。 Y ポイントはまあまあもらえるのかね。はい、じゃあすいません、またお会いしましょう。さようなら。30日までだね。